はい、全国のシューティングファンの皆様こんばんは。ミカド月曜シューティング配信第2回目 US ネイビー VS 俺ということで、今日は大塚君と八丁と、お送りしていこうかと思っております。で、僕これ練習してないんで死んだらごめんなさいみたいな感じで、で、これが海外版なんですよ、今回使って。なんで海外版なんですか？国内版って初期バージョンに初期不良があるんですよね。ラスボスでフリーズするっていうバグがあって、で、改善版が欲しいんですけど、まあ、今だとさ、ゴニョゴニョっとゴニョゴニョっとしたりすれば別に直せるんだけど、当時そういうのなかったんで、俺だから怖いから海外版を買ったんですよ。改善されてるんです。キャリアエアウィング、そうですそうです。まあエリア88ね、以前からヌルシューブとかが配信してますけど、あの辺のゲームのまあバージョンアップ版みたいな、なんか一説によるとエリア88の続編として作ってたらしいんだけど、版権許諾できなかったみたいな。ああ、なるほどなるほど、っていう話もあるよ。本当かどうかは分かんないです。エリア8の方が先なんだね。そうです。あ、でもまあ基本的に見た目のシステムはもう全然エリア8だもんね。そうだよね。で、一個だけ違う点があります。あの、燃料ゲージがあるんですよ。下ですね。はい、だからどん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 燃料が減っていって、なぜか燃料が減った状態で弾を食らうと死ぬという、おかしな話。燃料と体力分けろよって思うんですけど。ぶっちゃけの話、エリ8と、どっちが難しいの？こっちの方が難しいですね。こっちの方が難しい、なるほど。やっぱり基本的に燃料タンクがいつもすっからかんの状態でボスと戦わないといけないんで、要するにボス戦で弾食らえないっていう、で、緊張してひよって死ぬっていうのはよくあるんです。でもまあなんかエリ8の続編として作られたっていうのはあるかもしれないね。ね、なんかね、あのギリシャのステージとかあるんですよ。なんかエリ8っぽいなっていう感じで、まあ、ライセンス降りなかった的なね、的なまあ噂がありますけれども。で、僕これクリアできなかった場合はあのコンティニューでクリアします。まあ、一応ミカドのね、置いてあるゲームの反則、いわゆる宣伝という、今回は趣旨になってますね。スーパープレイではございません、はい、今ミカドで絶賛稼働中、US ネイビー海外版ということでね、はい、じゃあ行ってきます、はいはい、よろしくお願いします、はい、じゃあ適当によろしく。もう今日という日はなんか朝からルパンの裸を見なきゃいけないですよね。あいつ不謹慎だよな。不謹慎だよな。あんな岩田さんが亡くなった日にですね、10分ぐらいしか洋服着てない、もうひどい男だよね。まあそんな日にあのヤフーニュース原稿を上げさせていただきまして、はい、今 KM が一瞬にして全国区になっておりますが、あいつのあの写真がいいよね。またね、あれはやばいね。一応 F18 使います。18ですか？ F18、 はい、何がどう違うんだかよくわかんないですけど、なんか F18 が一番良さそうな。これも FA と一緒でさ、あの機体本物だからやばいんじゃないの？ああそうだ、そう、言わなきゃいけないバレない系？てか要するにあのオフィシャルの雑誌とかにも載せらんないでしょ。一応あの武器3種類あるんですけど、緑色一択ですね。他の色はいらないです。あれ緑なの？緑一択。青と黄色は何や？黄色が幅が広くて、はいはい、で威力がないと、はい、で青は幅が狭くて、まあ、威力が高いみたいな、これなんですけど、はい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 、でもこっちより緑が中間で総合的に火力が高いっていう感じ。これって同じ黄色を取り続けるとレベルアップするんですね。あ、そうですね、違う色取ってもレベルは上がってくんで。ああ、じゃあだから逃さず取っていけば。なるほど。まあそんなエリアはこれ燃料タンクね。燃料タンク、あの左下のゲージが徐々に減っていくのが分かると思うんですけど、このゲージは体力とも連動しているから、弾食らっても燃料がなくなってしまうと。これはあれですか、弾を撃たないと燃料が減りにくいとかそういうのを出したんですか？いや、勝手にもうどんどん時間で減っていくんだ。じゃあこれは要するにはあれだ、機体の体力と同時に、タイマー的な意味合いのもの、はいはい、そうだね。お、ビチビチボーン、ビチボスボーンです。あれ今のボス、今のボス、ボスボス、中ボスじゃなくて、ほら、でここでエリア88みたいにお金もらえて、で買い物をすると。海外版だから、海外版だから何言ってるか分かんない。何言ってるか、グッドラック、分かった。マイファーザイズティーチャー、アイファインサンキューアンドユーということで、まあ、とりあえず前半何も買わないでお金貯め込みます。で俺はそんなにこのゲームやってないので緻密なプレイではないです。これ渋谷ですか？1080とかあった。ああ本当だ、罠の点数で。てか、そもそもこれ何面まであんの？え？これや。あ、10。10。10面。10面。
よ。もう今日はあれですね、本当にふわっとしますからね、あの何も調べてないですからあのマイクを持ってる人間2人がこのゲームを初めて見ているっていう、これあれだろ、あ、やべ、地形に当たっちゃった。え、あ、地形に当たっても燃料減ります。ああ、燃料が減る。俺あれ、大塚くん、なんだっけ、ノーコンキットでやってなかった。え、やってない、USB で。ああ、やってるやってるやってる、ね、やってたような気がする。やってた、なんか確か出てきちゃったような気がします。ノーコンキットのメインで使われてないやつってなんか結構覚えてなかったりするんで。ああ、でもね、USB に関しては使った。思い出した。あとあまりね、ご機嫌が良かった気分って覚えてないですよね。苦労したのは覚えてる。印象深いのはやっぱりわがままだったけど、ただこそ一番だよね。今横にドレシューメンのスポックがいるんだけど、スポックはクリアしたの？ね、クリアしたの？ええ、ワコン、面白かった。面白かった。え、穴、ビルに穴開けて。ビルに穴、かっこいいよね。あ、え、あれ、当たった。ちなみに、ミノロックはクリアをしているの？え？クリア経験は？危ない。クリアできる？え？クリアは？したよ。した？うん。でも、そんなに練習してないから安定してないと思います。そっちのマイクちょっと音量上げてほしいかな。聞こえねえ。あ、聞こえない。ごめん。あぶね。じゃあ。あ、やべえ。やべえ。真正面に食らったぞ。あぶね。どうです？あぶね。これで聞こえます？聞こえる。あ。結構ミノロックいじりやの。うん。結構いっぱいいっぱい。おい。バカ野郎。危なかった。というわけで2面クリアということで。他に注意すべき点とかはどの辺なんですか？注意すべき点、弾を食らうな、地形に当たるな難しい面はバリアを変え、燃料タンク買う意味がないです。どっちにしてもボスの前にまでにはすっからかになるんで。なるほど。燃料タンクは罠です。バリアが下の方のやつですね。そうですね。で、高い方が耐久力が6発で、安い方が3発だったかな。まあエリア88と同じと思うんですよ。ああ、そうですね、エリアと一緒ですね。で、3面だからエリア88の解約だよね、完全にだって前は体力、燃料減ることはなかったんだから。ああ、そうですね。わざわざそんな風に意地悪に難しくすることはないと僕は思うんですけど。あ、このエリ8っぽい。エリ8っぽいな。エリ8っぽい。嫌いだね。なので僕は US ネイビーが嫌いですなんか、すげえ妄想じゃん。反則配信って言ってるのに、これは嫌いです全然反則になってない。ひどい話。この国家的な風景とも相まって。あ、間に合わなかった。うん、あれなんか打つとビルクになって点数になる。あ、なんかこのゲーム点数、クリアした時の点数でエンディングが変わるらしいんだよね。なんかちゃんと帰還できるか途中で墜落するかみたいな。なんかそれで一応まあ点数が高い方がいいエンディングになるっていう、まあ、クリアできるかどうか分かんないけど一応点稼ぐというか。とりあえず点は稼いでいこうと思ったね。どこ？うん？戦火？戦火？よし。あぶね。後ろから敵出てくるんで。醜い仲間。弾撃たれるんだよね、これね。あ、これボスじゃないのか。うん、これが何回か続いて最後の1台がボスなのか。あ、なんか色彩感覚が独特よね。うん、なんかあれだね。お、お、戦艦が。お、隠しキャラが、なんか出た。隠しキャラの場所とか俺全然覚えてないんで、知ってるやつだけ撮ってるだけです。なるほど。すごい戦艦ですね、これ。だから
こう割とさ後ろ目で燃料取った方がいいよ、なんかちょっと得した感じに、はい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 、得した感じがするだけであんまり意味ないですけど、とりあえず連射は入れてますみたいな。ああ連射装置使ってるよ、連射装置は使ってます。このゲーム連射ないと相当きついよ。あごめん、逆にさボム的なものはこれある。あ一応買い物すればあのサブウェポンはつくんだけど、ボムっていういわゆるシューティングゲームのボムっぽい使いやすいものはないよね。じゃあボタンにはさ一つだけ、えボタンワンボタン、あ基本はあのサブウェポンとあのショットのツーボタンだね。あなるほど、で今何も買ってないからワンボタン。なるほど、今のところ平和、おい危ね、平和じゃないな、平和だと思ったらやっぱ要所要所で L8 ね。まあ一応ゲームの基本というかなんていうのかね、 L8 とそれは変わらないね。だからちょっと L8 が難しい、あ簡単すぎたからちょっと難しくしていこうと。これミスク違う、これボスです。あさあボス、あっちは死ぬね、さっきから。でコントローラー全部当たりだろ。どうしようかな。なんか俺この面苦手なんで。はいはい。一応買っていこうかなみたいな。装備を買っていく。マリア一応買ってみます。はい。シールド。金足んなくなるかな、大丈夫かな。まあいいや、買っちゃえ。苦手なんですよ。なのに何ボスビルドがある。ボスビルドです。 US ネイビーには標準装備ボスビルド。強い、3発食らって平気なのかな。このゲームあのなかなか直のショットのレベルが上がらないんで、割と取り逃すないようにした方がいいと思います。やっと12になった。12個取った。じゃあ13個ね。13個どうもどうも。あ、で、エネルギーが出てきて、え、なんか、あ、なんか地形に当たりました。え、あ、なんかここに地形言ってたけど、あ、当たりようがないか、バリアする。あら、あんま食らった。お、あ、なんか当たってるよ。あと一発です。このボスピードのグラフィックが非常に見づらい。今のところ見づらくさせる。だからやる。あぶね、やべえな俺これ。ダメかな、なんか覚えてない。なんかやれてる。あ、下から結構後ろからえげつないでこれ。クリアしてるのって30分ぐらいですよね。30分ぐらい、30分ぐらい。あーくらった。あーバリア切れた。やばいやばいやばい、もう苦手なんだよね。連邦戦もやっぱりなんかここの足が LGA 足やるわね。でも燃料がないからあんまりもう食らえないんだよね。いつの間にか弾食らってなくてもさ、やっぱ結局燃料がないんで。燃料切れで墜落ってことはないんだよね。え、墜落ってことはないんですよ。あのそのまま弾当たらなければ大丈夫なんですよね。この状態でもう弾食らうと死ぬからさ。やった、燃料だ、燃料だ。危ねえ、あ、危ない、危ねえ。結構回復するんだ。だからなんかこういう尺が長い面難しいんだよね、 US ネイビー。結構この面前半で食らっちゃったもんね。サイルは壊せない、あ、今がサブウェポン、スペシャルウェポン、あ、これですウェポン、あ、残り5回、5回で、地下なのに
船地下なのに船おおむねおおぐらい船好き助けてマックイチさんって書いてあるまた船だいやさ、ボスのパターンあれパターンじゃないですかあれさっきと同じやねボスまあ同じような地上戦艦地上戦艦地上戦艦のバーゲンセール割とリアル思考なのかと思いきやさ四足歩行のロボットが出てきたりとかさ、うん、フォースフィールドがついたりとかさその虚構と現実の狭間で揺れ動くおかしなシューティングゲームになっておりますけどこの面が弾が見づらくてさちょっと俺普通に目が悪いから背景に溶け込んじゃうって見えないんだよね見づらいですねミノロックあれなんだよマクロスも見づらいんだよねマクロス見づらいよあれあれはもともと見づらいんだけど相当苦手だっていうぐらい目にはでもこれ見えないよこれそうだね見えないよねこれこれあ、見えないよねステルス弾がステルスしてるステルスピアも丸見えなかった機体よりも弾のステルス性が高いコントラストと同じああ見えねえいやもうダメだこれこれ目がチカチカしてるいや、これ、あれだな。もともとこういう感じか。あ、やべえ。やべえの取らされた。あれ、つらい。そういうか、全体的にさ、白、要するに発色してないとか、どういうことか。発色してない。そうだ。そういうのはあれですからね。ユースネークって万引きありましたよね。買い物するときに出前横の電車を電車入れとくと万引き お金が減らず右 と電車入れとくと、買い物のときにお金が減らずにアイテムだけをもらえるっていうそういうのが発生したら困りますね。ええ、さんにお金を払わなくても大丈夫ですよ。あ、今のボス？ボスボス。なんかボス合ってないね、このゲーム。あれ、6面ってどんな面だっけな。覚えてない。まあ、いいか、一応バリア勝てるか。わかんねえから。あれかな、変な洞窟みたいなとこだっけ。忘れた。あ、そうだそうだ。武装は緑一択って感じであったよ後ろかよまたこれもまた雪だるまなんかこれ雪だるまが出てる雪だるまだそれは何点数じゃないかなよく知らないんだよねあら弾見えねえダメだな気がついたら死んでる時があるんだよなたまにアップね。よっしゃ。なんだっけな、もう岩が降ってくるんだよな。
あぶね、見てなかった。ちゃんたけさんの声が聞こえないっす。声がステルスって言われてます。あはは、大丈夫ですか。でもさ、年齢制の人もアニメーションがあんまり感じられない気がするんだけどさ、割と年齢制の人に取り取ってるって、まあ、なんか新しさは感じない。ミニハチと比べてシステムが変わってるのが分かるんだけど、なんかほぼ同じエンジンなんだろうな、みたいな、そういう印象は受けましたね。なんか、とっても知らないさ、本当に割とこう、ない感じでさ、まあ、この潜水艦とは、ちょっと、まあ、その変化出てきた。浜見えねえ。まあ、でもなんか、だいたい、エリハチで見たことがあるような、ないような、みたいな感じですね。つうか、本当に浜が見えない。そうですよね。さっきの今日のことは普通に見えないですよ。そんなにあの感覚の狭い感が打ってくる。そうか、背景の色をもう少しさ、グラフィングするべきだよね。そうだそうだ、なんでこんなに白いんだよ。それはある。雪の面なのですよ。もう肌見えるから。で、倒し損ねるとまた、あんま見えない。で、ちょっと、こういうの上大丈夫か、みんなの。結構ギリギリや。攻撃自体は2パターンしかないの。いやー、またガスケツ、ガソリンくれ、ガソリン、マトボックスだな。まだシールドがあるんで、2発以上、そういうのがあるんで。ごっそり回復するんだったら小脇にしてくれよみたいな。あぶね、バリアいらなかったな。まあいいか。あー、斜めどんな面だっけな。全然わからない。歯応えの、歯応えのほどはいかがですか。え、歯応えのほどは。歯応えはどうもこうもないな。あちょうだよ、だって分かんないから、ね、ひよってバリア買ってっか。分かんない、ひよりバリアです。ニコ生の方のコメントがほぼほぼエリハチのことを書くようになっております。あれどんな面だっけこれ。あ、やべ、行っちゃった、バカ野郎。スケチン全然覚えてない。全然覚えてない。だからなんで背景が白っぽいなんさ。ずっと昼ですね。夜間とか出せばいいのかな。ずーっと日中戦ってるよ。あんま見えねえな。あ、行っちゃった、バカケチ。なんだよこいつ。こいつから出てきて、なんか一発だけ撃ったり撃たなかったりする。なんだこいつ、すごいぞ。あんまりさ、そのネガティブなことは言いたくないけどさ、上げ足取りたくなるってことが多いではある。なんだよ、間違いないです。間違いないから、ベリハチクリアしたら全然にくれたと思うんだけど、クリアするまでは面白かったと思うんだけど、どうしてもなんかやっぱエリハチと比較してしまう。あぶねえ、そうだ、こんなのいたな、忘れてた。危なかった。まあ、ナパームっていうんですか、めちゃくちゃ範囲がでかい、空間が広いです。普通に偵察機、偵察機はなぜかってどんどん出てくるんですよ、わざわざ。何しに来た、偵察しろですよ。おお、早回しなのか知らないけど、ゴリゴリ出てくる。何あれ、なんか前に警察機はあんなにね、いっぱい出すのよくわかんないけど、燃料くれ、ガソリンを起こせ。
なんかいけそうなんじゃないですか。いけそうですかね、わかんない。あれこれどんなやつだっけ。あー、思い出しました。確かこれ肩が壊した方がいいんだよ。あー、やめろやめろ、危ない危ない。ロックオンされたのに。カンペカンペカンペ、そういう新しい。あ、カンペ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 して、よしよしよし。すごいね。ああ、狙いがいい感じなんで、斜めにして初めて新しいバックスタートちょっと新感覚ガラヤスっぽい。あ、やばいやばい。ひどいね、ちゃんだけ。打たれても怖くないってさ。出せ、野球エレベーションみたいに。はい、7面クリアです。あと何面だっけ。あと3面、うん、8、 8。あれ、どんな面だっけ。この後、ギッサがやるのかな。やらねえよ。あー、思い出しました。毎回振動買うくらい。いやー、いけるよ。ここに向けたね。まだ切る。うぜえな、こいつ。俺がさ、思うのにしようとさ、全体的にその空気に、なんか争いの匂いがしないんだけど、すごい理想とか溢れる空気が多くない？確かにその火薬の匂いはないね。ないね、その火薬の後、消炎の匂いしないね。血の匂いがしない。あ、いて、やろう。あ、やべ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 。全然壊せないから。おー、やべえ、なんだよ。誰か来てた。やられた気分かな。あ、そう。あ、やべえ、やばいやばいやばい、やべえ。エリアズっぽい嫌いが。しかも赤取らされてるみたいな。取れなくて やる気なくしちゃったり、無駄的な。はい。またこうやる気のないですよね。パワーアップすれば弱くなるって。壊れねえ。おいおい、あ、やべえ、やばい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 。まず勘弁してよ。お願い、アップだよ。なんだよ。あ、やばいね、これパワーアップ出ないじゃん。結構危ないって。やべえな。どうしよう。やばい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 。エリアズの最新のね。えっ、知らねえし。知らねえし。なんだって。確かにチャレンジャーだね、これ。赤やばくない、これ。やばい、チャレンジャーだね。どうすんの、これ。頑張れ。自爆待ってよか。自爆すんの？多分。いやいや、こいつよりこの後の普通に雑魚で死ぬんですけど、これ打ち切れなくて。あ、死んだ。終わりじゃない。大変量かよ。まあいいか。よし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 。ドムください、ドム。武器出ないの。
やばいじゃん。ニコ生の方取り直しになりますね。ウィソの方は長いな。長いね。ようやくまた千歳ラーメン。さっきと僕一緒だから。おいおい、これ打ち切れねえんだけど。上に打っちゃってる。どうすんだそれ。前見て打ってる。完全に頭を動かしてる。おお、マジかよ。危ねえ。マジかよ。こんな強いんだこいつ。すごい、何にも考えてない攻撃方法だ。頭の悪いボスだね。やばい、いいのに言ってる。お、やった。おマジかよ。初めて見るドットパターン。あー、あー強かったな。はい、初めクリア、おめでとうございます。まあ、赤取るとろくなことになんないって。はい、はい、今日のゲスト、その3、はい、コーリー正夫。はい、コーリーです。何ですかこれは。エリ8。いや、あー、知ってる知ってる。エリア89。進んだ進んだ、次の年ヘクター87みたいな。あたた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 で、これが全、これ9面。9面ですね。おー、早く、あと違う、あと2面。いけるんじゃない、ミノロック。結構でもさっき危なかったじゃないですか。え、だんだんと体力とか速度で回復しちゃう。あ、ほんとだ、体力系だ。なんでこれ違う、武器出ないの。おい、うわ、当てた。打ち切れねえんだよ。赤いよ、ラボンダを持ったら下の部分とか当たらずに、なお連射できない。ちょっとよくわかんない。最初は判定拾いのか。いやー、やばいねこれ。なんで見てねえんだよ。ちょっとずつ伸びてきた、ちょっとずつ伸びてきた。50、60、うわこれどうすんだ、ジリギン。ジリギンだ、ジリギンだ、ジリギン。中でもなんかいっぱい飛んでくる、いっぱい飛んでくる。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いや無理だろこれ。これは、あれは破壊できるの。あ、無理だろ。硬いね。硬いのと、あとなんか伸びてくるっていう。伸びてきた、伸びてきた、伸びてきたよ。で、また縮んだり伸びたり縮んだり伸びたり、引っ張ったり引っ張ったり、いじったり。誰が操作してんだろうな、触った。お、あるある。あ、やった、ある、ある。燃料タンクみたいな。やった武器くれよ、武器。燃料タンクだ。なんでこんな出ないの武器。あ、また折り返しだ。あぶね、あ、クラッチした。あ、鳥でも破壊しろってことね。お前でね、全然打ち込めない。うわー、なんか打ち負け、打ち負け。おー、やべやべ。おい、やめてよ。やばいやばい。あぶね、あ、クラッチした。あー、剥がれた、割れた、割れた、壊れて消えた。どうすんだろう、どうすんだろう。シカド、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 裏回った。シカドできるのかな。でもまだ前からここ。あ、当たってるよ。見えないよ。画面の半分で使えてない。綺麗な山だね。綺麗な山だね。あれどう。あ、また、また折り返し。やばい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 。え、これ全部壊さないといけないのか。やっぱこれはちょっと相手にしたくないです。ミノロック。うわっ、しょうがないな。じゃあコンティニューします。すいません。パラータイマー BB になって超うるせーの。で、あ、できないのか。できないんだね。ごめんなさい。どんなゲームや。終わってしまった。終わりました。はい。
いやすいません、クリアできませんでした。いやあそこでクソ武器取らされると一生戻せないということがよくわかりました。いや今日はね、ちょっとね、今言えないんだけどね、いろんな意味で熱かった。熱かった。いろんな意味で熱かった。いろいろ画面外の攻防がいっぱい。すごい、ね、本当ですか、ね、まあ一応そんな感じで US ネイビー、稼働してますんで。いやエリア89。89、はい、よかったら遊んでやってください。まあこのいずれはまたあのリベンジ戦やるんで、はい、でこの後ちょっと垂れ流しておくんで、誰かがきっとクリアしてくれると思うんでね、はい、あの配信はじゃあそのまま見ていただければなと思いますね。はい、はい、なかなかすいません、下手レプレイで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ミカド月曜シューティング配信、ミカドで稼働しているシューティングゲームのね反則、宣伝を兼ねて、毎週月曜日、あ、まあ来週だけちょっと俺ライブでやれないんですけど、次回は再来週、7月27日8時半から、スカルファングというあのデータイストの盾集と、でどうせスカルファングもクリアできないんで、うん、あのマインさん呼んでウルフファングも一緒に2本立てで、なるほど、配信したいと思います。7月27日月曜日、8時半から配信の方どうかお楽しみにということで、あれこれ言ってた割にはうまかったよと。ああありがとうね、助かるよ。そういうこと言ってもらえると、嬉しいです。まあこんな感じ、俺の仇はじゃあみんながミカドで取ってくれということで、はい、じゃあ月曜シューティング配信、俺 VSUS ネイビー以上終了。ありがとうございました。お疲れ様でした。岩田さん、本当にありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあそっか、収録し
ってます。